以上です。はい、どうも。やっぱりでっかいのが1本出ると野球というのは急に面白くなりますね。そうですね。さて、マウンド上にはボールセントラルは今シーズンメキメキと台頭してまいりましたフォークボールの金石登場、そしてやはりキャッチャーも達川であります広島カープのバッテリーに変わりました。小山さん、はい、今年の金石、ちょっと今紹介したんですが、フォークボールのキレもいいし、なんかこう一皮むけた感じがするんですが、そうですね、それとね、もちろん一皮むけたということもあるんですがね、やはりシーズンのスタートにね、勝ち星をね、トントンとその順調に拾ったということがね、彼自身にとって大きな自信になったと思うんですね。だからこの勢いでその波に乗ったといいますかね、そういうところが見えますね、彼にはね。なるほどね。野村さんね、バッターに言わせると金石のフォークボールというのはフォークが来ると分かっててなかなか打てないということを言われるほどの威力を持っているんですが、また長身ですからね。ははこれはフェアかファールか。山本のヒット、はい、バッターからすれば相当な角度は感じるでしょうしね、はい、いろいろな球を投げますけれども、これといって球が速いというわけでもないしね、カーブがすごいというわけじゃないんで、ただそのフォークボールで相手のバッターのね、なんていうか目先を変えていくというのが一番の特徴だと思うんですね。なるほど。ですから今のようにワンストライクナッシングを取って早めのフォークを見せるか追い込んでから見せるかということで、ポンポンとストレートをこうして揃えると、ああ打たれてしまうという結果は出ますね。そうするとキャッチャーのリードによって随分違ってくるというか、フォークボールの使い時期というのはこの人をリードしていく上において一番の課題になるでしょうね。ということだそうです。フォークボールというのはどういう球なんですか。私知らないんですよ。教えてください。投げ方はですね、はい、直球と同じ投げ方なんですよね、そうじゃないと威力がないんです、バッターが幻惑しないんですけども、ただ握りが挟んで投げるわけでしょ。ですから直球と同じ腕の振り方で投げてきて挟んで投げてきてますから、ボールが遅く出てくるわけですよね。そしてストーンとそのバッターの手元で直球だと思ったところでストーンとそのワンバウンドになるような落ちるもんですからバットが止まらない。ですからフォークボールって打つ気なしに見逃してると大したことないんですよ。落合ヒットパシックリング3本目、はい、初速が遅いんだね。それで懐に入って変化する。ストレートと同じような感覚で途中まで来るんですね。そこでストーンと落ちますんで、ですから打たなくてもいい、見逃すだけならね、そんなにすごいと思わないんですけど、フォークボールっていうのは途中で空振りするとね、ボールがどこ行ったか見えなくなっちゃうんですよね。バッターの感覚としてね、それぐらい厄介な球ではあるんですね、打者側から言えば。ストライクゾーンからワンバウンドになるようなボールになるからね、立ちが悪いんですよね。なるほど。キャッチャーが取り逃がすという、ですから高めから真ん中入ってくるフォークはね、変化球という形で打てますけどね。武田さん、はい、日本人の、ね、身長の伸びてね、はい、マウンド上の金石が確か1メーター94センチなんですが、このブーマーは2メーター超えてますからね。大きいですね、この人は。なんかこの人バッターボックス立ってると遠近が狂いますね。僕はいつもね、こういうブーマーのような選手を 見た時にね、いつも感じるんですけどもね、日本の各選手にね、これぐらいのパワーを持たせたらどうだろうなというね。野球が変わってきますね。もう随分変わるでしょうね。これは詰まっています、詰まっています。普通の力の選手だったらあれは外野まで行きませんよ、あの詰まり方。さて、秋山登場。ブーマーも広島のピッチャーの内角の球には詰まりますね、どういうわけですか。やっぱりなんか広島集団であるんでしょうね、陰謀をなんか張ってるんですかね。広島の陰謀ってね、いろいろありますもんね。陰謀というのはちょっと強い言葉ですけども、確かに研究熱心ですね。大シフト考えたらもうカープでしょ。白石さんがね、白石さんって巨人から広島に行かれた監督をされた方が、
ブルートレインの中で考えたんですけど、まあ、アメリカにも、ね、そのヒントはあったんですね。ルー・ゲーリックを、ね、その抑えるためにクリーブランド・インディアンスのルー・ボドローという人が考案したんですけど、その真似なんですよ、オーシフトというのは。でも一番最初オーシフト取った時は王選手もびっくりしたんでしょうね。なんかでも王さんは言ってましたが、そういうことで されればされるほどね、向かっていったと言いましたね。野村さん、大選手というのはこうマークされてもそのやっぱりそれを突破しようという意欲というのは強いんでしょうか。まあ、僕もライト方向へは打てないバッターでね、引っ張り専門で、僕も阪急あたりにはもう極端なシュートを引かれましたけどね、もうセカンドはガラガラに空いてるんですよ。そこへ転がせばヒットになること確実なんですけども、そこへ打てる技術がないんですよね。いやだけど右にもうまく打ってたよ野村君。今のフォークが出たんです。今のがフォークですね。今のフォークです。やっぱり足元に当たりやすいですね、フォークってのは。今年低めをストライクゾーン取るでしょ、はいはい、したがって自打球を当てる人が多くなって、今サポーターみたいなのをつけてるんですよ、自打球よけなんですよこれ。でも考えてみたらね、僕フォークなんかあんまり知らないんですけども、はい、これあ、なるほどなるほど、あ、本当だ、あ、こんなのも、装備も変わりましたね結構。僕ね、割とね、子供の時にね、いっぱい野球やってましたけどね、その時はカーブとかっていうので十分だったんですよ。はあはあはあ、最近ほら、なんかナックルとかいっぱいあるでしょ、球種が。はいはいはい、まあ、昔からナックルあるんですけどね。あ、そうですか、すいません。なんか、巨人の星から随分変わったみたいな気がしますね。まあ、そうですか。アニメーションの。まあ、そういう感覚の方が、あるいはテレビを今日ね、ご覧になっている全国何千万の皆さんの中にも多いかもしれませんね、そういうね、見方は。球種が多すぎてね、何がどの球かよく分かんないっていうのありますよね。ああ、そうなんですか。まあ、私どもは当然それは分かって、まあ、放送しているわけなんですけどもね、はい、ああ、そうか、そういうふうに分からない方もたくさんいらっしゃるわけですな。意外と分からずにね、ああ、今ならシンカーだとか言ってるやついっぱい知ってますけどね。みんないい加減です。あ、そうなんですか。解説者の方が優秀な方が多いでしょ、だからやっぱり無駄な知恵がついちゃうんですね。あ、しかし小山さん、我々もシンカーだとかフォークだとかいろいろ言ってますけども、その本当のピッチャーのその人の持ってる球質を見ませんと、高いゴンドラから見るとどっちか分かんない場合ありますね。そうですね、ちょっと距離が離れますとね、分かりにくい時もありますし、ね、今日なんか割合近いからね、今日なんか割合と分かりやすいですね、でそれとね、バッターが打ってしまった時ですね、はあ、その変化球を捉えてしまった時に、今のカーブだったのかフォークだったのかね、はい、あるいはそのパームとかナックルだったのか、ちょっとこう見極めがつけにくい時がありますね。それと打者の談話なんか聞いてますとね、全然逆じゃないかなっていうふうなこともしばしばありますね。あります、あります、ありますね、あれは射線ですかね。あれおかしいな、あの球カーブじゃなかったのっていうようなね、という具合ですよ。そうでしょ、正直に言う人って少ないんですよね。終わった後で。なるほどね。野村さん、今小山さんがその球種の話が出ましたが、野村さんは談話を求められて正直に言う方でしたか。僕はもう性格は素直ですからね。ですから、はい、もう本当に正直に言いましたね。あ、そうですか、はい、今ね、でもちょっと素直に力が入りましたからね、この辺は微妙な発言ですよ。素直に取れない、素直に取れないですね。そうですか。じゃあそういうことにしましょうか、はい、バッター松永であります。こういうところで打席に入るとね、昇進がちらつくんですよね。そうですか。やっぱこの運のいい人はね、やっぱりチャンスで打席入るわけですから、やっぱり運が良くなきゃね、そういう巡り合わせにならないと、なかなかそういうね、賞をもらえるチャンスっていうのはないわけですから。今のなんか完全力の入った賞金目当ての、そうです。賞金目当て。だからそういう意味で先ほど秋山あたりがね、はい、今年から西武の4番に座ってるわけですが、こういうところで打たないことには4番としてね、非常にまあ成長する中でいい場面だったんですけども、オールスターではいいところでいい仕事をして、そのまま後半戦突っ走った例ってのはありますからね。特に50年の赤ヘルなんかそうでしたね、山本浩二、木野笠ね。やっぱりそのチームの4番じゃなくてリーグの4番バッターに育っていかないとね。なるほど、そういう片鱗というか素質を持ってるわけですから。
それはそうですね。でもやっぱ考えてみたらね、はい、いいとこで打つっていうのはやっぱりその本人の努力もあるかもしれないけども、うん、なんかそこまでいくともう背後霊とかご先祖様とかなんかその辺まで出てくると思いますね。ああそうですか、まあそれは天運ってものはあるでしょうね。小山さん、やっぱりその持って生まれた運というのは選手の運命あるんですかね。そういうものを、ね、感じる時がよくありますね、うん、なんとこいつは運の強いやつだなって。ただ野球だけじゃなくてね、まあ、生活の中にもそういうものが見当たりますね、うん、とショートの右を抜きます。センター前ヒット、1点、そして2点目はどうかな。ボールワンバンド返ってきた、タッチはできない、同点。やっぱり例ですよ。あやっぱり今のは例です。背後霊が勝ったんです。武田さん乗ってます。しかしこういう松永選手みたいにね、この本当に練習生から這い上がった選手がこういうヒノキ舞台でね、いいプレーするってのはいいことですね、やっぱりこう運命が詰まると好転する方にパッと持っていく力があるんでしょうね。武田さん運命論じゃ。そうでもないけどね、こういうなんか勝負ごと見てるとなんかそんなの感じません？今感じる時ありますね、バッターは石毛、まあ、これで優秀選手のまあ候補に上がりますよね、当然松永っていうのは、でその次の打席でまた運よくそういう状況に巡り合うかどうかっていうね、やっぱり運っていうのは偶然性と開拓性っていうね基本があるわけですから、ですからいいチャンスで打席入るというのはこれは偶然性ですよね、ある意味では。それを実力を備えてセンター前へタイムリー打つ、こういうのがまあ開拓性の分野に入ると思うんですね。でこれで盗塁決めたでしょ、これは例えばこれで石井が打ってくれてホームインすると、もう松永っていうのは当然第一候補に上がってきますからね。まっすぐ商品に近づくそうですよね。さっきのホームランも価値がありますが、これでタイムリー打ってスチールを決めて、これでランナーに入りますとね、まあ、オールスターは単なるお祭りという考えもありますが、野村さんなんかはむしろオールスターの中で本当に自分自身の力を磨いていった、日本シリーズももちろんですが、そういった面があるとおっしゃってましたけども、一番、まあ、僕はキャッチャー出身ですから、キャッチャーとして勉強になったのは日本シリーズですね。オールスターっていうのはね、いろいろその何て言いますか、企業秘密を盗む場なんですよね、私にすれば。ですから例えば今コーチ入ってます稲尾なんていうのはね、はい、我々の時代のもう大投手でしたから、わざとね変なサイン出すんですよこの方が正直しそうなこの方は、そしてね、それに対して本当に言う通り投げてくるのか、はい、首振るのかっていう、そういうその相手の頭脳のね、そういうのも探りに行きましたね。考えてるか全然考えてないかっていう、まあ、期末試験みたいなところあるんですね。野村さんはやっぱりそこで盗んでたんですな。満員の後楽園、5回のオールセントラルの攻撃はバッターは立川からであります。これあのオールスターというのはこうセパの、まあ、共演一つの、まあ、なんていうんでしょうね、昔で言うあの年末の忠臣蔵みたいな、ね、映画というかこの野球ゲームなんですけども、これでやっぱそのセパ の累進ですか、球審がまたこう集うわけでしょう、はいはい、今日はまあパリーグセリーグというふうにありますがね、まあ、その辺はあの今日ゲストの審判の方が来てますんで、はい、セリーグ審判の平子さん、平子さんあのちょっと後ろ向きで誠に申し訳ございませんが、あの今年ずいぶん揉めましたあのストライクゾーンってありますね、はいはい、あれやっぱりかなり守られてはいるんですか。あの守られてるというよりもアンパイアそれぞれが自分の範囲内で挑戦してますね。やっぱりあのなんかテスト期間みたいな感じではないんですか、
いや、テスト期間じゃないんですけど、やはり選手たちの考え方というものも当然加味されてきますので、これまとまるのにはまだやはり 1,2 年かかるんじゃないですか。一回巨人 の、 江川さんが随分低めでブーたれたことありましたね、はい、あれもおそらく、まあ、球一つのことなんでしょうけども、はい、やっぱり低めっていうのはいきなりっていうのはなかなかやっぱ難しいみたいですね。やはりそのケースケースによりますけどね、つい去年までの癖が出るときあるんですよね。そうでしょうね、ただね、放送席、はいはい、あ、すいません、さすがオールセントラルです。ツーランホームランしましたホエールズの高木豊さん、おめでとうございます。嬉しそうに回りましたね、ベースの間。そうですね、シーズンでもめったに回れなかったもんですからね、このオールスターで出るとは思ってませんでした。左の石本投手からだったでしょ。そうですね、前の打席引っ張りに行って同じ左ピッチャーを、